こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は転売アカデミーのサポートは初心者ではない自分には無駄が多いとの意見をいただきました。この方はパソコンには詳しいけど転売は初心者だという方なんですね。で、実は転売アカデミーで稼ぐ場合にはパソコンのスキルっていうのはほとんどいりません。そんなわけで、パソコン初心者歓迎という、メッセージ性が強い募集動画とかね、募集広告になってます。まず、Amazon SE で稼ぐために必要なスキルの習得時間なんですけど、これ転売アカデミーで個別サポートした場合ですね、パソコン初心者30分でスキルが身につきます。スキルが身につくっていうか、必要な設定とかを30分で終わしちゃうと。で、逆に30分で終わらない場合は、覚えなくて結構ですと。その都度わかんないところをサポートしますって形してます。そんなわけで、パソコンが詳しくてもですね、スムーズにいってストレスは減るでしょうけど、それ以上のメリットはないです。なぜなら別にできなくてもその都度教えますんでね。で、中心で教えるのは何かというと、やっぱり転売の商品探し。で、これビジネスの初心者にですね、転売でどういう考え方で儲けるか、それをやっていただくのが、大体ビジネスの初心者の場合は3ヶ月から半年で習得してもらうと。で、転売初心者の方は、これ、転売初心者だけどね、ビジネスは、やってるよと。ビジネスってのは、そもそも転売なんですけどね。単純な、輸入だの、輸出だの、せどりだのじゃなくて、ビジネス経験者の方に転売を教えた場合、これはもう1ヶ月。1ヶ月っていうか、もう本当にスカイプ1回話したりですね、チャットワークでサポートさせていただいたりで、数日とかね、数時間単位で勘どころは分かったと。自分のビジネス経験に合わせてね、勘どころは分かったと。いうことでね、転売アカデミーの教えてるのは輸出が中心なんで、商品を仕入れて送ったりなんなりで1ヶ月は分かりますんで、もう1ヶ月目でいきなり、目標としてる、月10万突破しちゃったと。半年待たず売上1万ドル突破しちゃったという方もいます。やっぱりビジネスで成功体験している方は非常に早いですね。で、個別サポートなんで、それぞれあなたに合ったサポート方法で指導していきますということです。で、今回の方はですね、この後 Q&A のやり取りをお見せしますけど、正直、ぜひサポートは受けた方がいいと思います。パソコンってのはね、本当に安く教えてくれる人がいっぱいいるんで、あんまりできても強みにならないです。操作をね、外注頼んでも安いですし、大切なのはこのビジネスの、スキルというかセンスというか、どうやれば、何をやれば儲かるかっていうのを、きちんと知ることですね。それと、ビジネスのこの、基本を知るのに転売は結果が出しやすいと。なぜなら物が介在する単純なビジネスモデルだからですね。そんなわけで、もう初心者ってね、パソコンができたら初心者じゃないっていうふうに、勘違いさせちゃったみたいなんですけど、まさに今回の方、仮に N さんとさせていただきますけど、N さん向きのサポートを提供させてもらってます。質問。売れる商品を見極める力がないのと、転売やネット販売の経験が浅い状態なのです。これはね、やろうとして、そんな変な癖がついてなければ、コツを素直に掴んでいただければ、素直にサポートを聞いてコツをつかんでいただければ、その後はスムーズにいきそうですね。それはパソコンの、経験がうまく生きると思います。物販に関しては間違いなく初心者なのですが、サポートメニューの処方部分、PC や店舗構築などが、もう私にはそれほど必要がないと思うので、もったいなく思えてしまい申し込むか悩んでいます。処方部分を除いた準初心者向けのメニューはないのでしょうか？これね、個別サポートですんで、転売初心者パソコン落ちでも稼げるようにサポートするのを売りにしてます。でも実際には、サポーターお願いしてる王さんやですね、ご質問者の N さんのように、サポートメニューの処方部分は不要な人も半数はいます。これ具体的にはですね、せどりや輸入の転売経験者でもともとやってた方、それと他の塾に入ったけど、サポートに失望した人、これじゃ稼げんなというので、乗り換えていただいた方、それと Amazon 輸出に自己流で取り組んだが、サポートが必要と気づいた方、必要というかですね、サポート受けちゃった方が時間とお金の節約になるねと。お金の節約って言っても、サポート代で半年で55万払うんですけど、半年で55万ってことは、半年早く月10万稼げりゃすぐ回収できるわけですね。
で、それは、自分のスキル、あるいは、私のサポートを、どういう形でやってるか、動画を見て判断していただいたので、まあ、得だなと、サポートを受けた方が得だなと判断された方が入っていただいてます。で、実際には、そういうやっぱビジネスセンスのある方は、あっという間に稼いでますね。もう本当に、3ヶ月でいきなりね、1万ドル突破の売り上げを送ってきた方もいますし、まあ、もっとすごい方だと、150万の利益が500万超えましたと言ってきた方もいます。正直に白状させていただくと、その150万か500万になった方については、大したサポートをした記憶がないんでね、私とのやりとりのどこが良かったのか、正直私も未だによくわかってないです。ただ、おそらく自分の中にあったいくつかの選択肢が、私とのやりとりの中で、一番効率よく稼ぐ方法にたどり着くヒントになったのかなと思いますね。正直私もびっくりしましたね。その、ご報告いただいたときは嬉しくもあり、びっくりしましたね。まあ、そんだけでもっとい、もう12月にパソコンもできて、ビジネスセンスのある方入ってきた方は、もう本当あっという間でしたね。2ヶ月かかってないんじゃないですかね、実質ね。すぐ全力でやってたわけじゃなくて、まあ、バタバタしてるんですなんて、もうすぐできますって言って、おそらくこれ1ヶ月半ぐらいの成果ですけど、3000ドル突破してます。ね、スマホで送っていただいてですね、これね。3000ドル、あっという間に突破されてますね。入会が確か12月6日ですから、2ヶ月と9日間。で、年末年始はバタバタしてますなんて言ってたんで、実質1ヶ月ちょいですね。やっぱり、早いです。他ができる場合はもう早く稼げると。何しろ個別サポートなんで、分かってる部分は別にね、じゃあその部分は必要ないですねという形で稼ぐのに必要なことを教えていきます。まあビジネス初心者だけどパソコンに詳しい人もいます。まあ転売初心者だけどビジネスに詳しい人もいます。パソコン初心者だけど転売に詳しい人もいます。まあもちろんね、全部初心者の人もいます。まあそれでもどんな方でも6ヶ月で月10万稼げるように指導させていただいてますんで、まあ稼ごうと思ったんであればですね、今、円安の今、アマゾン輸出に目をつけたっていうのは、もうそれだけで、ビジネスセンスの勘どころは合ってると思います。あとは、まあ、本当稼げると思って、素直に実践していただくか、ずっと迷ってるかの違いなんで、まあ今からやればね、本当ゆとりを持って年末のホリデーシーズン迎えることができますし、まあ今から準備して、パソコンスキルもあって、潤沢に資金があればですね、月に100万以上稼ぐっていうのは年末のホリデーシーズンだったらもう簡単なことなんで、まあそれに向けて準備をすれば、まあ、少なくとも55万のサポート費用、入会金は無駄にならないんじゃないかなと思います。そんなわけで、まあ、よろしかったらご入会お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。